どうもこんばんは、医者芸人のシュンシュンクリニック P です。どうもこんばんは、ナルシストドクターことナルピーです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで今回は、はいはい、フィーノで検査をしてみよう。フィーノって何ですかね。まずフィーノっていうのはですね、呼気一酸化窒素検査、早口言葉みたいな名前なんですけども、っていうよりかね、はい、めちゃめちゃ変わったことがあるんですよ。めちゃめちゃ変わったことですか。2022年になって、はい、大きくガラリと変わったことがあるんですけども、これ気づかないんですか。またいつもナルティクイズですか。そうです。うクイズじゃないです、もう常識。常識、これは簡単じゃないですか。なんですか。ファーですよ。ファー、こんなにすごいやつはやってなかったです。これです。いやいや全然違います。じゃあネックレスじゃないですか、うん、これはね、シュンと出会った、はい、シュンが不正入試で裏口入学した時からもつけてますよ。してません。しない。違います。自分の力でちゃんと軍隊入りました。そうでしょ。親の力じゃないです。親の力じゃなかった。なんすかね。またいつものあれじゃないですか。どうせ、うん、ちょっと香水変えましたみたいな。いやそんなんさ、もう全然やっぱり匂いとか、はい、人の嗅覚によって違うじゃないですか。今回はもう誰が見ても100発110、もう誰も外さない。いやちょっと分かんないっすね。これね、はい、撮影者が今行くになります。分かるわけねえだろ。分かんない。今まで誰かも分かんないし、今が誰かもどうでもいいですから。本当ですか。今井くん知らないですからね。今日から今井くんがデビューしたんですよ。いや知らないです。本当ですか。今井くん今まで一回も出てきたことないですから、ね、そうでしたっけ。せめて登場したら分かりますけど、はい、マジで誰だよってなってますから。今井くんって極論シリーズかも出てませんでしたっけ。一回も出てないですね。そうですか。こんにちは。こんにちは。どうでもいいですよ。どうですか、はいはい、今日はフィーノをやるっていう話です、はいはい、フィーノっていうのは喘息の時に使う検査なんですけど、はい、ちょっと詳しい説明はナルピー先生にいつものね、はい、丸投げで丸投げします。そうそう、まあ喘息っていうのは基本的にはどういう疾患ですか、うん、気道の慢性的な、うん、まあ、炎症とか過敏性が更新してるみたいなことですよね。そうですよね。基本的には、まあ、免疫の、はいはい、まあ、いわゆる液性免疫と呼ばれる、はい、まあ、免疫が簡単に言ったら、うん、まあ、悪さをして、それで慢性的にその気管支が炎症を受ける、慢性的なその気道の炎症性変化ですよね、うんうんうん、今までの検査っていうのは、はい、例えばスパイロとかことの週もやったけれども、対決したやつですね。対決して俺が圧勝したやつよ。僕の肺年齢が80歳だったやつですね。その喘息の炎症によって今実際にその旬の軌道がどれだけ細くなってるか、うん、旬の割れがどれだけ少いかっていうのを調べる検査。いや違いますよ。喘息芸人。いや喘息芸人ではあるんですけど。喘息滑り芸人。いや喘息滑り芸人じゃないです。喘息芸人です。喘息芸人。喘息の芸人。お笑いは喘息じゃないですか。そうですか。ただ今回のこの呼気一酸化窒素検査っていうのは、はい、そうじゃなくて、うん、その喘息の炎症そのものを見る検査。おお。といわば定量的に評価できるみたいな。そうそうそう。その喘息のその簡単に言ったら炎症を、喘息の炎症っていうものそのものを測る検査って実は初めてで、うわ、じゃあいいですね。そう、確か2013年ぐらいかな、日本保健修正されて始まった検査で、よくで今回で大体だから10年目ぐらい。あ、でもまあまあ、じゃあ割と新しめの検査で、新しめの検査で、この検査のねポイントはもう何かって言っても、まずね儲からないんですよ実は。実はね、1個目のポイントが銭、はい、銭この検査が自体が、はい、140点、だから1400円、使うために必要なフィルターが1個1000円ちょっとするの。うわ、消費税を考えたら、はい、ほぼトントンみたいなね検査。ああ、じゃあ別に、うん、その経営的なところでは全然美味しくないんですか。だからこのフィーノの検査をやってるところっていうのは、はい、ガチでしっかりとした呼吸器診療をやってるっていう、はい。じゃあちょっと一回測ってみましょう、早速。じゃあちょっと僕と、はい、ナルピーとシュンピーで、じゃあこの対決です。あ、いいですね。で、負けた方がちょっと面白い小ネタを最後に罰ゲームで一言。いや、俺やん絶対。いやいや、わかんない。絶対俺だってもう喘息だもん。俺だって昨日喘息こそ起きたもん。嘘つけ。喘息確定してますから、ね、まあちょっと考えておきましょう、じゃあ。なっちゃん、お願いします。カモン。ドエンツナースの宮原夏里さんです。今日は委員長になりました。はい、委員長でもないし、ドエンツナースでもないけど、こんにちは。よろしくお願いします。最初に1回目のピッて音が鳴ったら、はい、マウスピース加えずに大きく息を吸ってください。ほうほう。で、その3秒後ぐらいに今度はピピッて音が2回鳴ります。そしたら一定速度で息を吹き込んでいってください。で、速度を見るのがこの中に銀の玉が入ってるんですけど、この白いところでこうキープしてもらうような感じでやっていきます、はいはい、おお、なるほど。いいですね。そのまま、もともと保ったまま、そうです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 。はい、OK です。これでわかるのか。わ、めっちゃ緊張する。じゃあ次は、ナルピー先生、やりましょうか。じゃあ、私は。はい、ドフラミンゴ、ナルピーが。そうだ。なんちゅう患者ですか、これは。いやいや、これは
呼吸器の検査をする時の正式なポーズですかこれ。検査を受ける側の体重じゃないです。もっと吹いて、もっと吹いて、もっと吹いて、もっと吹いて。全然あ、上がった。あの息を吐くときに僕めっちゃ吸ってました。いや客やん。さまさまさま。結果発表。普通に考えたら僕の勝ちなんだけども、うんうん、僕結構ね末梢血の、まあ、これちょっと医療者にしか分かんないネタだと思うけども抗酸球結構高めなんですよ実は。結構ね末梢血大体 10% ぐらいで、うん、絶対数に直しても1マイクロリッターあたりぐらいに、うん、大体結構700から800以上あるんですよ。別に何かこうアレルギー反応があるわけじゃないんですけど、はいはいはい、もしかしたらワンチャン旬がおそうそう買ってる可能性は俺はあると思う。抗酸球だけ高いんですね。なぜか抗酸球だけ高い、IG はそれほど高くはないんで、まあ、でも僕抗酸球も IG も高いですからね。さすがもう、はい、サラブレッドです。さすがアレルギー界のサラブレッドです。ディープインパクト、はい、ディープインパクトアレルギー界のということで、じゃあ結果発表ははい旬なるチャンネルの方で発表します。シュンナルチャンネルの方がいい。はい。ここで発表せんのか。ここでは発表しません。そうですか。じゃあ私のチャンネルの方で次回は。はい。ということで、後半の方はシュンナルチャンネルの方で結果発表と感想とかもやろうと思いますので、はい、ぜひとも登録の方もよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、このチャンネルが良かったら高評価お願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回、せーの、シュッ。